はい、こんにちは。今日は古き良き時代のネフね、そういう言い方するとね、今は良くないみたいに言うからね、そんなこと言ってませんよ。もう本当にね、こんなね、これロイス君って言います。シンプルでいいおもちゃなんですよね。これをぜひご紹介したいと思います。はい、古き良き時代の、はい、ロイス君です。はい、どういうおもちゃかっていうと、まあね、本当にシンプルでいいおもちゃなんだけれどもね、はい、こういうものですよね。はい、ご覧いただきましょうか。ほらね、このスタイルはなんかスポーツ選手ね、ウェイトリフティングとか陸上とかね、まあオリンピックでなんか見かけるような感じですね。で、この R が合ってるんだよね。そしてなんとね、すごいことにね、この辺全部同じパーツなのね。これがすごいよね、腕と足全部同じパーツね。で、これが足でしょね。足はこれはどうなんだ、こういうことになるんだな。こういうことになるんだね。はい。で、パンツと手と。はい、こういうことですね。はい。じゃあ、これで、どうやって遊ぶかってね、これは、まあ、ご覧の通り、いろんなポーズをさせて、楽しいと。こういうもんですね。ですから、こうしてみたり。これは、こうですね。これもこう動いたり、こう動いたり、こう動いたり、ね。で、これこうしたらこうでしょうかね。で、これは、こう、こうしてもいいし、ね。なかなかよくできたおもちゃですよ。これは、こう、自然な形でこうでいいのか。これでね、はい。こんな風にしてみたり、ウェイトリフティングだったらこうして、よいしょ、よいしょ、よいしょ、こうして、並べて、ね。なんか持ち上げたぞ、みたいなね。それとか、なんか、シェーでもやってみる？日本的ですね。シェー。シェーはこうして、こうして、これこうなんだよね。で、これが、こうか。こうして。で、これが、こう来るのか？こう来るのかな？シェーとかね。まあ、このおもちゃっていうのは基本的にはこの両方のね、ダブルQちゃん今日、登場してますけれども、Qちゃんもこう手を動かして、ね、いろいろにこう、二本足で立つとか、ね。片方で立つとか、して遊ぶものですから、まあ近いといえば近いんだけど、これ平面でね、よくできた、おっとっとっと、キューちゃん、はい、キューちゃん、しっかりしろ。はい。よくできたもんですね。なんか横にすると、寝っ転がって、一休み、みたいな、ね。まあ、いろんなこう物語が生まれそうな気がするんだよね。こう見てると。これはこうして、こうやろうか。こうして、こう、ね。どう？寝てます。ね。さすがにこれ、立たないよな。立た、無理だよね。そういう遊びするやつはいないな。下からやってみる？やってみる？やってみるか。無理だろう、無理だろう、無理だろう。動いちゃうもんね。いや、ここまでやっちゃったらね、もう、やるしかない。やるしかない？本当？積み教授さんですからね、何しろね。やり出しちゃったら、これはもう、いける？もしかして。はい、行ってみようか。
手は無理だな、これ絶対無理だ。だから、手は、何が起こった?一瞬でわからなかった。もう一回だけやります。もう一回だけやります。もう一回だけ。ね。一回でできなかった時はもう一回だけやるっていうのが積み木おじさんのお約束です。はい、行きます。こうして、こうして。これでやや一安心でしょ?で、こうしたら、顔が乗っかれば、まあ手を後ろに組んでいると。ね。何これ?今は気がついたけど、表情が変わる。ね。やっぱ笑ってる方がいいよね。こうして、乗っかるのか。残念でした。ということで、やっぱり平面で床の上、テーブルの上で、これ並べて遊ぶもんですね。変な、くっつけ方をわざとしてみる。危ない遊びになるね、これはね。やめましょうか。やりたくなってくる、やりたくなってくる。何なんだ、何なんだ。やっぱこれがこうだよね。でもここの手がないもんね。手ここにしよう。手難すぎだって。まあいろんなことやるね、これが遊びですね。子供も、まあ、いろんなことやりながらいろんなことを思いとね知ると、そういうことでしょう。じゃあ今日のところはこうして、こうして、この変なロイス君が出来上がったところで、こうなんかこの方がさ、たくましく見えない?なんかよくわかんないけどね。はい、ロイス君ご紹介いたしました。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。